当お疲れ様でした。2月19日金曜日、国会前希望のエリアです。いつもにも増してなんかテンションが高い私を皆さん感じてらっしゃるでしょう。すごいテンション高い。今日嬉しいことがありましたよね。ありましたね。野党は共闘ですよ、ね、5党の党首がもうどうなるかとヒヤヒヤしましたけれども、ね、なんとか ね、もう小さい点でもいいから、うん、共闘してやると決めてくれましたよ。いや、ね、大英断だね。もう大きな私ね一歩だと思うんですよ。そう、ね、これから先いろいろねあるとは思いますけれども、ね、とにかく一歩歴史が動いたんだと私は思うんです。すごいよね。そしてそれを動かしたのは私たち一人一人の国民のやっぱり声なんですよ、だからやっぱり声を上げ続けてきたこと、ここに集ってみんなで頑張ったことは何一つ無駄じゃなかったってことが私は今日は本当に実感できて、頑張りましょうね、頑張りましょう。はい、ちょっと音がちっちゃいの、はい、すいません。はい、というわけで、今日は19日ということで総係さんも議員会館前で、講義をされています。ね、場所がちょっと離れてるんですけれども、反対側ですね、はい、希望のエリアも変わらず、命を守ろう、子どもたちを守ろうということで連帯して頑張っていきますので、やるさ、そりゃ当たり前ですよね。そうだよ、毎週やってんだもんね。そうだよ、先々週の冷たい雨だってやったんだよやったね。他のとこ中止でもうちだけは、ね、休まないっていう、はい、ですので、今日も8時まで皆さんと元気に声を上げます。どうぞよろしくお願いします。はい、とっとと行くんですけど、いやちょっとはい、今日ね、はい、もう一つちょっと嬉しいことがあってね、はい、東京新聞を読んでる人は分かるんだよ。第一面に書いた自主避難で初賠償命令。当たり前ですよね。でも当たり前だけど、うん、今までだってねえしてなかったってことだよね。なんかちょっと今日テンションおかしいぞお前お前だってお前呼ばわりするの。もうね、なんかね、この間のなんだ、希望祭りからちょっとおかしくなってんですよ、ね、そう、僕らみんなおかしくテンションがおかしい、はっきり言うけど僕もおかしいまあまあいいんだ、はい、この東電がね、とにかく、はいはい、東電がじゃなくて司法がね、そう、しかもね、これ素晴らしい京都地裁なんだよ。京都地裁、京都、ね、京都、はい、ちょっと残念なのが、はい、ちょっと残念なのが額は少ないんですよ。でここまでの分しか認められないよっていうことにはなってる、うん、だけど東電に対して司法がしっかり自主避難だって賠償命令が出るっていうことがね、これまた今日画期的ね。そうですよ、今までなかったんですから。これはね、どんどんだってこれ1件目だからね、まだまだこれからたくさん、そうですよ、たくさんの人が、何万件もあるんだからね。そうですよ、そうだよ、これね、1件について何百万であってもね、これはもう絶対賠償しなきゃダメだって判断が出た限りはね、で東電は何て言ってるかっていうとね、今後は判決内容を精査し引き続き真摯に対応していく。引き続きってなんだよ。引き続きって今まで真摯だったみたいじゃないですか。試しがねえじゃねえかよ。本当ですよね。そうだ、安倍の東電いい感じにしろ、真摯だね。先にね、自分たちだけ逃げたんだよ。そうだよ、もう京都の宿取れなかったんだから、あの時。あ、そうなんだ。もうそうですよ、市民より先に逃げてて、ああ、ホテル満杯、東電の社員で。一個ね、僕聞きたいことあるの、はい、東電の方が、東電の社員の子供が、はい、みんな京都行って、それでなんかそこで生活しながら、だから京都に移住してくる子供がすごく多くて、転校生、東電の子供ばっかりだったんですよ。それ本当なのそれ。本当は私は聞きました、実家の汚ねーなー、ふるさとの方でね、自分たちだけ先に逃げちゃったんですよ。汚いねー、やることがね。本当そうね、そういう会社ですよ、何にも真摯な会社じゃない。さっきも言ってた、ちょっと話戻るけどね、はい、野党京都今日ご党首が集まって3つ4つ5つぐらいのことを決めたんですね、はい、4つかな、4つだっけ、ね、決めたんだけど、はい、きっとね、与党の大攻勢もあるんですよ。
そりゃもう向こう今ビビってますから、やばいと思ってますよ。 大分断もね、うん、また起こるんで、あるでしょう。いろんなものを投げ込んでくるでしょう。そう、いろんな球投げ込んでくるんだよ、うん、だけど、うん、僕らなんかさ、負けない強さみたいの手に入れてない？そうだよね。なんかそう思いません？なんかやられても、うん、いや俺ら負けないからねっていう、うん、どっかにそういうのあるでしょ、うん、あるある。勝たないかもしれないけど、いやいや勝たなくても俺ら負けねえもんっていう、うん、僕ねずっともうこの5年ぐらいずっとこんなことやってきたから、うん、負ける気はしないんだよね、うんうんうん、だから阿部が目の前にいたらきっと殴ると思う。殴っちゃダメ、まあ、ダメ、暴力はダメです。ダメ、なんてこと言うんですか。それ絶対ダメですから。それぐらい許してくれよ。ダメです、暴力はダメです。いやいや、じゃあ誰かけしかけよう。いやダメです、それもやめてください。平和的に誰かじゃ、誰かじゃなくて犬とかけしかけようよ、はい、犬がかわいそう。そうだよ、犬がかわいそう。かわいそうだよ、そんなこと。犬までかわいそう。犬がかわいそう、うん、ね、今頃もうだいぶお腹痛くなってるはずなんですよ。いやもうね、ビビってますからかなり ね、なんかなんだっけ、あの大臣辞めたやつがあまりなんか入院したっていう話を聞いた。あまり、そう、しかも映像が出た瞬間に入院したっていう話。眠れないだってバカにしてるよね。なんだよ、じゃあそれまで眠れてたんじゃん、あいつ。いや、ほんとね、仮設住宅でね、寒くて眠れない夜を過ごしてらっしゃる方だっているわけですよ。そうだよ、ね、俺普通の家に立ってなかなか。話長いからもういいですかね。今日ね、いろいろね、ゲストが多いんですよ。だってまだ ゲスト来てないよ、まあ、うん、でもそれまでにね、あの喋りたい方もいらっしゃるので、まあ、おせおせになるから。そうなの、今日実は制服工場委員会さんが歌ってくださるんですよ。そうなんです。なんかね、僕実は私、あの去年の暮れにあのレコーディングをねさせてもらって、ま、実は制服工場委員会さんのバックで歌ってるんですわ。それでか、なんかコートの下制服工場委員会みたいな。ちょっとね私はあの保護者ですから、娘を見てるような気持ちで頑張れよみたいな感じなんですけど、本当すごいんですよ。あのこの制服工場委員会と国民の声っていうね人たちが歌ってるんですけど、この国民の中、声の中には福島みずほさんもいれば、小池晃さんもいれば、中川五郎さんとか、カンタさんとか、その中に私なんか入れていただいちゃって、もうすごく光栄で嬉しいんですけど。それは私可愛いわっていう話。そうじゃないの。なんでなんかさっきからさ、いじめるよね。いや俺この間ね、ステージで散々、私全然そんな風に思ってない。ステージで散々いじめられたからね、今日なんかいじめ心が。いじめてないじゃないですか。一生懸命喋ってつなぎましたよ、次郎さんのチューニング待ちの時間とか。そうだよね、大変だったよね。もう歌よりなんか喋りで声ガラガラになったみたいな。そう、俺もそうだった。またやりましょうね、楽しかったですね。何残っちゃう、それ。はい、いやもうほんと今日時間足りないかもしれないので、ちょっととやりますので、今日もよろしくお願いいたします。キバブエリア音楽隊の皆さん、やすみまでよろしくお願いします。ね、すいません、今日山内さんがねちょっとなんか唇の状態があんま良くないということで。どうしちゃった。ラッパが吹けないと。あら、フラガイはなら吹ける。いやいや、ほらなら吹ける。じゃあほらだってほらガイ持ってるよ。いやいや、でもね、そういうことじゃなくて、はい、ちょっとあのそういうことなので、そういうことじゃなくてっていうんじゃなくて、意味は全然わかりません。俺も今考えながら喋ってんだよ。わかりました。ラッパがちょっとあれなんですけど、はい、でもそれでも参加してくださるっていうね、はい、それでもホラガイを持ってくるってとこがすごいですよね。私だったらもうカスタネットにしとこうって思うもんね。痛いのに。痛いかどうかは、はい、ね、よろしくお願いします、はい、ツイキャス中継、動画をご覧の皆さんも8時までよろしくお願いします。杉本さんです。警察の皆さんも8時までよろしくお願いします。はい、では早速ですが声をね上げちゃう。参ります。もう上げちゃう、はい、上げます。行ってみよう。無駄に伸ばすのやめてくださいね。ちょうど10分、ちょうど10分、ね、10分ほらね、佐藤さんが早くやめろって言ってるじゃないですか。タイムキープが向こうの方が厳しいんだよ、はい、自転車隊さんよろしくお願いします。今夜も8時まで一緒に頑張りましょう。そう、今日ね、岐阜からも来てくださってる女性もいて ね、岐阜からもね、嬉しいんです。そうなんです、はい、あ、ちょっと先にね、落とし物。そう、あのね、去年じゃない、先週の忘れ物。去年じゃないよ、先週だよ。先週の忘れ物、はい、襟巻き。とってもお金持ちの方が来そう。もう見つかりました、もんちゃんでした。はい、じゃあ、声を上げますので
一緒にコールしてください。命を守ろう、スピーチできます。はい、できませんのでね。はい、よろしくお願いします。では本日のトップバッターはいません、まだ憲法のおじさん、こちらに来ていただいて、こちらに来てください、こちらに来ていただいて、 あちらに、はい、はいはい、お願いします。はい、日本国憲法全文を朗読しています。各地で勉強会なども開いております。ここで日本国憲法全文の
候補役の林役の日本国憲法全文を朗読させていただきます。私たち日本人は正しく選ばれた国会の代表者たちを通して行動します。私たち日本人は全ての国々との平和的な協力によって得られる実りと、この国土いっぱいに自由がもたらしてくれた恵みを固く守っていくことを決心しました。私たち自身と子孫たちのために、私たち日本人は政府によって起こされる戦争の恐怖をもう二度と私たちのところにやってこさないことを決意しました。私たち日本人は人々こそが最高の力を持つということを宣言します。そして私たち日本人は揺るぎない意志でこの憲法を制定します。政府は人々の神聖な信頼によるものです。その権威は人々から出され、その力は人々の代表者たちによって行使され、その利益は人々たちによって楽しまれます。これは人類すべてが持つ原則であり、この憲法はその原則に基づいています。私たちはこれに反するどのような憲法、どのような法令、どのような条約も排除します。私たち日本人は永遠の平和を願います。私たち日本人は人と人との友好関係を支配している高い理想を心から自覚します。私たち日本人は平和を愛する世界の人々の正義と信念を信じて、私たちの安全と存続を守ることを決めました。平和を守り、専制政治や奴隷制、圧政や偏境を地球から永久に追放しようとしている国際社会で、私たちは誇り高い地位を占めたいと願っています。世界中の人々が恐怖も欠乏もない平和な暮らしをする権利を持っているということを私たちは認識しています。どのような国でも自分の国のことだけを考えていてはいけないという政治道徳の法則は誰にもどこにでも通用するものだと私たちは信じています。自分の国の主権を保ち、他の国々と対等な関係を持とうとする全ての国にとってこの法則に従うことは義務なのだと私たちは信じています。私たち日本人は国の名誉にかけ全力を挙げてこれらの高い理想と目的を達成することを誓います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大丈夫ですか。はい、ではそこに、そこにポスターが貼ってあります、ね、ポスターが貼ってあります。はい、餅を食っても忘れない、餅を食っても忘れない、はい、そうなんですね、はい、今日の日付になってる、はい、今日の日付、はいはい、それを作ったおじ様が次に上がられます、はい、どなたが作ってくださったの。作ったの、作ったの、今日のお母さん、ね、そうだよ、知らなかったの。そうなんだね。そうだよ、ね、でも掲げるのは山田さんなんだ、ね、掲げさん、掲げさんじゃないよ、掲げさんじゃないなんだよちょっとテンションおかしいでしょ今日。山田さんお願いします。
ばんは。今日は一言だけ言わせてください。大臣の話ですけど、名前も言うのも汚らしい高市なんとかっていう大臣ね、時の大臣のね、感情一つで公共の電波を止めるっていう、こんなバカな話がないでしょ。それにもまして頭にくるのは、そんなこと言われて黙ってるテレビ局です。首相と飯食ってる場合じゃないでしょ。報道を規制するのはもう独裁政治そのものなんですよね。物を言えない、気に食わないこと言ったらすぐ締め出しちゃう、こんな世の中に私たちは絶対させないように、ずっとずっと声を上げていきましょう。本当そうですよね。あれ言われてさ、テレビ局とかの人冗談じゃねえやって言ってさ、バン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 流してさ、やってやればいいじゃないですか。できないの、その圧力。高市のお話があったけど、はい、ちょっとねこの 2,3 日ね、ろくでもないやつがいろんなこと言いすぎるからね。いやもう、もうずっとろくでもないこと続きなんですけど。もうあの丸山っていう弁護士が、あれはでも去年の発言なんですよ。去年の発言が今頃になってる、はい、そう今頃になって出てきたんです。それを今になって否定してるわけ。うん、分かんないけど。じゃあ丸山弁護士はあの憲法、あ、民主主義って言葉の話ですよね。違うの？あ、違うの？オバマさんのことを。ああ、もう、ね、ごめん、私あの民主主義っていうのを、それはまた解釈の、まあまあ、ひどい発言が今頃にすごいリツイートされてるんですけど、ものすごいムカつくやつらがいっぱい閣僚にいるんだよね、うん、はいはい、なんとかしようね、みんなでね、とにかくね、あの閣僚をしますよ、するために集まってる。そう、飛鳥さんを総理にしてみんなで総理、ご長、私はもうそういう汚い政治の世界とは無縁の、清く正しく美しく、あの頑張る人を応援する、次に、はい、春橋です。春橋がお願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。関西から参りました春橋と申します。昨日時点の、福島第一原発の汚染水の情報です。18日現在、貯留量約 80.4 万トン、そのうちアルプス処理待ち水が約 16.6 万トン、アルプス処理積み水が約 61.3 万トン、設置済みタンクの貯留容量上限は 86.5 万トン、空き容量が約 6.1 万トンになっています。で、貯留容量上限が先週に比べて一挙に1万トン近く減ってるんですけども、これはタンクが壊れたとかそういうことではなくて、もう使わないタンクを運用計画から除外したということです。あと季節アルプス、増設アルプスから発生しております高濃度の排液を詰めておりますヒック高性能容器の数は1927基まで増えました。で、あと焼却設備に関する続報です。で、雑固体廃棄物焼却設備に関しては、2月10日に試験焼却を行う直前に冷却設備から若干の水漏れが見つかって停止ということなんですが、昨日の東電の記者会見によると部品の一部に破損が見つかったということです。で、注文して取り寄せているので現場に届き次第交換して試験焼却を行う予定ということを説明してたんですけども、聞いてて呆れましてですね、別に重要な機械であれば交換用の部品なんか人それ用意しとくもんだろうと、なんで壊れてから取り寄せなんで注文なんだよと、そこまでしてコストカットしたいのかねと呆れました。で、結局試験焼却は2月10日から18日をめどっていうことだったんですけども、その元々のめどを超過した19日になっても未だに再開できてないという状態です。で、この焼却に関しましてちょっと私の立場をちょっと明確にしておきます。で、私は雑固体廃棄物焼却設備による固体廃棄物の焼却による減用減量は好ましいことではないけどもやむを得ないという立場です。なぜか福島第一の敷地は約350万平米、今そこにどんどんゴミを置いている状態です。いつか敷地は埋め尽くされます。埋め尽くされたら
それ以上も作業はできません。であとパトロール等の人員が必要なので、たとえ省内といえも人員が被爆します。あと3番目、これ一番重要なんですが、専用の保管庫ではなく望みの状態、例えばテントだとかシートかぶせてるとかそういう状態なので、あるいはコンテナに積み上げてるとかいう状態なので、万が一火災でもなれば放射性廃棄物がフィルターを通すことなく大気中にばらまかれます。そんなリスクを冒して敷地内に保管しておくぐらいであれば、100万分の1まで低減できるフィルター付きの焼却炉で原油を減量した方がはるかにマシです。絶対に火災が起こらないなんていうのは誰にも言えないし、それ言ったら安全神話だろうと。で、解決策としては敷地の外にもうきちんとした保管庫を作ってそこに置くっていうことなんですけども、おそらく敷地の外に持ち出すっていうのは政治的、物理的、時間的にも余裕がなくて到底できないと思われます。というのが、すいません、先ほど国会まで喋ったことなんですが、国会先はすいません、ちょっと希望の入れ向けにお話しさせていただきます。まず先ほどお話しましたタンクの空き容量約6.1万トンという件なんですけど、東電が規制庁に提出した資料によると、この空き容量というのは書類上のことで、実質的に使えないものが約2万6000トンあります。ということは残りは約3万5000トン、月間平均増加量が 1.8 万トンとすると、はい、今何らかの理由でタンクの増設が止まったらどうなるでしょうか、というのは多分皆さんもすぐ計算できると思います。今タンク非常にやばい状態です。水を何とかして止めなきゃいけない。じゃあこの水を止めるために何やのか。で、15日の月曜日、原子力規制委員会の検討会、特定原子力施設監視評価検討会合傍聴に行ってまいりました。で、一応凍土方式陸側遮水壁に関しては東電から大幅な方針変更の説明があって、おおむねの方針ですが規制委員会は了承しました。で、便宜上道路側を建屋の東側、つまり海側、県政会館側を建屋の西側、つまり山側としてお話します。で、今まで東電は山側から凍結を始めて地下水の流れを止めるというお話をしてたんですけども、規制委員会は地下水の水位が一挙に下がると建屋内の対流水が逆転して建屋内の高濃度汚染水が外に漏れる可能性がある、それだけは絶対に避けてほしいということを言ってまして、東電の方針変更によると海側から凍結をすると、海側から凍結をさせて建屋から海抜4メートルの4メートル前の流出をまず抑え込んで、4メートル版からの汲み上げ量を減らす、それによって汚染水の増加量は日常100トン程度ですが減らせるということです。で、ただしそれが本当に凍るかどうかってのはまだ分かりません。で、その後海側から凍結をさせて山側に関しては凍結させるところと凍結させないところっていうのはあらかじめ決めておいて、まず先に凍結をさせるところを凍結させていく、で、後から凍結させるところに関しては当然凍結させないところに地下水の流れが集中して水の量が多くなる、流量が増えるということが予想されるので、凍結させないところっていうのは事前に決めるわけですから、そこから水を汲み上げる、あるいは水ガラスなどの補助工法を使うことによって水の流れをある程度抑制して後から凍結させる、まあつまり、まあ、サンドイッチ状ですね、凍結させるところ、後から凍結させるところ、サンドイッチ状にして順に凍結させていくという計画をおおむね方針として説明してました。で、このあとどうなるかなんですけども、今度の月曜日までに東電がこの凍土方式陸側遮水壁に関する詳しい計画書を規制委員会のように提出で、月曜日までに提出できれば次回の会議は3月3日の木曜日ということで、そこで問題がなければじゃあ凍結始めてもいいよというゴーサインが出るはずです。で、ただしこれ本当に凍るかどうかっていうのは分かりませんし、タンクの空き容量との見合いも考えますと間に合わなくなる可能性が極めて高いと私は見てます。で、まあ、来週月末ですのでまた各所の数字が出てくると思います。で、その際にちょっとタンクの空き容量とまとめてお話できるかと思いますし、またその後の3月3日の会議もあります。で、いよいよ福島第一本当にタンクの容量やばい状態になってきましたので、やはり前から何度もお話してますけども、まともに参議院選ができるかどうかは保証の限りではないと
という状態になってきてます。今後とも国民で注意していきましょう。政治家とか NHK とか何とか新聞に任せるんじゃなくて、国民が、有権者が自分で監視していきましょう。そうしないと新聞に載ってなかった、国会で取り上げなかった、人のせいにしても手遅れになります。ありがとうございました。春八でした。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。では、はい、お願いいたします。お待たせしました。はい、外出許可をもらってきた人です。いや、今日ね、本当は入院してなきゃいけないケンちゃんがいるんだよね。しかも保護観察付き、そう、外出許可の用紙を今僕に提示してくださいました、はい、許可証みたいなの見せてもらったら、はい、OK って書いてあった、はい、OK だったので、ね、はい、じゃあお願いします、はい、だからね、スリッパなんですよ。こんばんは。ここに来ると、病院でね、今抗がん剤やってるんですけど、それやるよりここ来た方が元気になっちゃうっていう、ね、皆さんのパワーをもらって今日も帰ります。あのね、今日はちょっと一つ、皆さんにすごい奇跡のお話をしたいと思うんですけど、9月のね、17日の日に国会前でずっと抗議行動やってる時に、ちょっと具合が、病院かかったばっかで具合が悪くてぶっ倒れちゃったんですよ。で、木に頭を打ちつけて脳震盪を起こして、で、ちょうどね、この前あたりにシールズの救護班がいたんですね。そこに担ぎ込まれて、その時に救護に当たってくれたドクターが、あれどこ行っちゃった、梅田さん、どこ行っちゃった、あ、ちょっと、梅田先生って言ってね、川口で開業医やってる方なんですよ。で、全くその時だけのお付き合い、普通はね、その時にお世話になってお礼をして名刺でも交換してればまたそこから先のつながりがあるんだけど、その時ちょうど僕も迎えが来たりしてバタバタして、ね、何も挨拶だけで別れたんですよ。そうしたら去年の12月の2日に埼玉で勉強会をやったんですね。その時にこの梅田さんが僕が開催してるっていうのを知らずに来ていただいて、でばったり、もうね、これ奇跡としか言いようがないんですよ。で、こうやって今もね、体壊してることをお話して、カルテなんかも見せて、でどうしようか、手術した方がいいかな、それともしないでもうこのまま命尽きるまでやりたいことやった方がいいのかなって言ってね、この先生にも相談したんですね。そしたら、厳しいかもしれないけど僕ならやりますよと、だからあなたも受けなさいって言ってくれて、ね、それで希望と勇気もらって手術して、おかげさんで年内でアウトの命がこうやって元気いっぱいに、もう本当この先生のおかげなんですよ。で、どうもありがとうございました。どうも本当ありがとうございました。こんなね、奇跡って本当一生のうち宝くじ当たるより全然幸せなことで、で今でもね、その時のことを思い出すとちょっとぐっときちゃうんですけど、ちょうどその時、ここへぐるぐる回ってる時に、ここの希望のエリアともお付き合いが始まって、だからね、もう病院で点滴なんかやってるよりここ来た方がよっぽど元気になっちゃう。副作用ない、何もない。副作用どころか、もうちょっとどっかに当たられるかもしれない。いやいやいや、大丈夫。で、今日は制服工場委員会さんが来られるって言ってね、それも楽しみで来ました。で、今度3月の17日に毎回ちょっとイベントのお話しさせてもらうんですけど、小林節さんと座間宮ガレーを呼んで勉強会講演会を3月17日に、大宮市民会館大宮で開催するんですけど、まあ、その時にぜひとも制服工場委員会さんに、3月6日だけで発売の新曲を
ぜひ一曲歌っていただけたらと思って今日はそれのお願いにも来ました。まあこれから今日もあの野党で協力し合って頑張ろうという話になってます。だん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 明るいあの日本が見えてきたような気がしますけど、民主党の時もそうだったんですけど一回こっきりじゃダメなんですね。これをずっとあの自民党が野党でいないととんでもない国がまた繰り返すと。だから我々生きてる限り、我々の子供とか孫のために将来、素敵な日本に生まれてよかったなって言ってもらえるようなそういう日本を作っていく我々有権者の義務ですから、僕も命の限りこの、いつも言いますけど継続は力なりやめちゃダメなんですね。僕もあのいつも子供にはパパなんか三日坊主のくせにって言われるんですけどこの戦いだけは、この抗議行動だけはそして、与野党逆転して政権交代してもずっと、平和な日本であるように、頑張って運動していきたいと思います。よろしくお願いします。けんちゃんでした。ありがとうございます。で、あの何時までに帰んなきゃいけないの？9時？もう帰んなきゃいけないじゃん、ね、よくあの病院の先生の言うこと聞いて、ね、いい子にしてるんですよ一緒にね、また元気に頑張れるように早く治してください。はい、手話通訳の方が変わられてる。ああ、はい、はい、もう一方手話通訳、大沢さんです。よろしくお願いします。はい、ではお願いします。皆さんこんばんは。自民党の議員閣僚の暴言が相次いでいますが、丸山議員は日本がアメリカの51番目の州云々という発言をして撤回しましたけれども、まあ、あのこの丸山議員といい自民党の丸川珠代大臣といい同じ名前の方がおられたら失礼ですけれども、まるで本当に二重丸の愚か者ですね。つける口がないと言っていいぐらい。だけどもちょっと考えてみたんですが、もし日本がアメリカの州になったらば当然アメリカの法律が適用されますよね。そうすると原発はどうなるか。アメリカの原発規制当局は避難計画が完全にできていない原発の稼働は認めない。そうすると日本の原発は再稼働全部できなくなる。それどころじゃないですね。火山列島、活断層だらけの日本列島のような地域にアメリカでは原発は設置できない。そうすると日本中の原発は全て廃炉にせざるを得ない。誠に結構な話ですね。さらに人口密集の地域には米軍基地は置くことが許されない。全て閉鎖。当然のことながら住宅地の真上を昼夜構わず飛んでいるオスプレイなどの米軍機は飛行停止。なんと素晴らしいことじゃありませんか。丸山議員がこれを考えて発言したなら素晴らしいんですが、まあそうじゃないでしょうね。やはりこういった問題は私たち国民が声を上げて野党は共闘、国民連合政権で安倍政権を打倒してこれらの課題を実現しようではありませんか。頑張ろう。はい、ありがとうございました。岐阜から。では今日はですね、遠く岐阜からはい、参加してくださってる方もいます。ありがとうございます。どうぞ。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。あの岐阜の鏡ヶ原というご存知の方はご存知ですけど、ご存知でない方は全くわからない、あの自衛隊の実は基地がありまして、日本最古の飛行場があるということなんですけれども、そこで毎週金曜日、今日も7時までなんですけれども、6時から7時までの間、こちらの官邸前の抗議行動に呼応するという形で始めました。今日で189回目やってます。はい、やってます。で、人数はもうもっとすごく少ないんですけれども、だいたい多い時だと
50人ぐらい来てくださるんですけど、まあ、少ないと10人ちょっとぐらいで、あの皆さんちょっとお話ししてもらったりとか、シュプレヒコールやって1時間そのデモ行進やってっていう行動を続けてます。あの廃炉になるまで続けていきます。はい、はい、頑張ります。頑張ってます。なかなか続けていく189回もやってて、こちらも皆さん頑張って来られてると思うんですけど、続けるっていうのは本当に大変なことなんですけれども、喜ばしいことじゃないんですよね。続けるっていうことは本当は早くやめたい、早くみんな廃炉にしたい、だけれどもそれがなかなか他の普通の方々に、電気ってやっぱ原発でないとダメだよねとか、そういうお話も聞くんですよね。聞くんですけれども、でもそのいろんな問題があるよ、いろんな問題があって、そのたくさんのまだ福島のことも全然収束してないですし、そういったことも伝えて、少しずつ伝えて分かっていただくために歩いてます。はい、頑張りますので、東京の方も頑張ってください。今日はありがとうございました。で、本当金曜日たくさんの方々がね、日本中で連帯をして声を上げています。本当に寒いね、北海道庁前はもう10分でもいいからって、氷点下の中、吹雪の中でも頑張っていらっしゃいます。本当に私たち一緒に連帯してつながってこうやって声を上げていくことで、あの力をいただいて頑張ろうって思いますよ。岐阜帰らなきゃいけない、そう帰らなきゃいけないのに、特別に、ね、あのね、今日残ってくださって、これからも一緒に頑張りますので、岐阜の皆さんにもよろしくお伝えください。ありがとうございました。はい、あ、はい、ね、頑張りましょう。はい、ではちょっと人がね増えてきましたので、少しずつ中の方に、それでは皆さん、さっきからねもう後ろにみんながそわそわしてね、そう次郎さん恥ずかしくて後ろ振り返れない状態なんですけど、そう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 、いい匂いが、私今日ちょっとほらぽくない、ほらなんかもういいってほらなんかもういいってば実はもう私本当にさっきもちょっと言ったんですけど、一緒にあのレコーディングをね、生まれて初めてさせていただいたんですよ。本当になんかお母さん、私だけ制服工場委員会の父母会みたいな感じで、あの後ろから本当見守ってる父母会みたいな感じなんですけれども、本当に音楽で彼女たちはね、たくさんの、脱原発の歌も歌ってこられましたし、今回はなんと新曲、すっごい素敵な歌ができたんですよ。で、素敵なことにこの歌、たくさんの方たちがコーラスなんかで参加してくださってて、歌でも野党は共闘させてるんですよ、この人たち。すごいんですよ、福島みずほさんの声も入ってますし、小池晃さんの声も入ってるんですよね。はい、そこに私が入っていいのかなって本当にもう本当思うんですけど、ではあの、はい、娘たちが話長いよ、歌えます。いや、もうなんか嬉しくって、今日希望のエリアにね来てくださって本当嬉しくって、お待たせいたしました、制服工場委員会の3人です。よろしくお願いします。イエーイ。あ、どこでも好きなとこからあの自由にやってくださいね。はい、狭くてごめんね。真ん中の方はこちらに前。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。制服工場委員会です。本当に皆さん毎週金曜日ここでね、この希望、皆さんの世界の平和を訴えてるということで、本当に皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。私たち制服工場委員会は今年で結成24年目に突入した日本で最長の女子アイドルグループで、ありがとうございます。 3.11 以降は原発事故の恐ろしさを知り、脱原発、憲法9条を守ろう、戦争反対、辺野古の新基地建設反対などを訴えて全国各地を回って活動しています。そんな私たち、この今年で24年目に突入しましたけれども、やっぱりこう続けることって難しいって、ずっとこのメンバーで活動してきたわけではなく、代々こう受け継がれてきているんですが、
そのこの女の子のグループを続けるだけでも本当に難しいことなのに、この希望のエリア、皆さんずっとこの活動っていうかこの思いを伝え続けているっていうのは本当に素敵だなと思って、私たちもこう何か力になれることがあればいいなと思って、今日はここで、ね、歌を皆さんと一緒に歌いたいと思います。じゃあメンバーの方を紹介させていただきたいと思います。はい、私は19歳の斉藤イリアです。皆さんもう安倍政権打倒目指して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。斉藤のは15歳の中学3年生です。まだ中学生なんですけども、皆さんにと一緒に声を上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、リーダーの清水かりん19歳の大学1年生です。私この希望のエリアに来させていただいたの初めてなんですけど、このアットホームな雰囲気っていうのがとても素敵だなと思って、でもその中でも皆さんの思いをしっかり伝えているっていうのが本当に素晴らしいなと思って、本当に今日はここに来れて本当に幸せです。お呼びいただきありがとうございます。そんなイリアちゃんで、なんかどうですかこの今の日本は。いやもう本当にお先真っ暗っていう感じですけれども、はい、この希望園のエリアに来て、はい、いやまだまだ日本は捨てたもんじゃないと、まだまだ頑張れるぞと、皆さん一緒に頑張ろうっていう気持ちがまだ新たに大きくなりましたね。なんかこう私たちも 3.11 震災起きてからずっと活動してきて、なんかこう一人一人の声って届いてないんじゃないかなって思って、なんか活動してても意味ないのかなって思うこともあったんですけど、なんかこうたくさんの方に出会うことで、なんかいやそんなこと思ってちゃその気持ちがダメなんだなって思って、この一人一人の声が集まったら本当に大きな声になるし、思いを伝えるっていうことの大切さをね、この活動してて学びましたよね。はい、どうですか。本当にこう私が行動しても何も変わらないんじゃないかって思ってしまった時期もあったんですけど、でも微力でもそれは無力じゃないと、もう本当にそう思ってできることから行動していきたいなというふうに思ってますね。その思いを、ね、伝えるやり方はたくさんありますもんね。はい、ということで、今日はですね、私たちの最新のアルバム、そしてシングルが震災から5年目になる3月、今年の3月11日にリリースされるんですよね。そうなんです。でこの戦争と平和というタイトルで発売するんですけれども、はい、このアルバムを持ってですね、全国を巡るんですが、3月から。でその会場で一緒に歌ってくださった方は、この制服工場委員会と国民の声というユニットの一員になっていただくんですが、今日もその戦争と平和を歌わせていただくので、今いらっしゃる皆さんはこの制服工場委員会と国民の声のユニットの一員ということに、はい、なっていただきます。でこのユニットはね、どんどん増え続けるという、世界初の20万人以上のユニットになるというふうに予想しています。はい、はい、もうね、その各地で出会った方と一緒に ね思いをこう一緒にするっていうのが、はい、もう本当に今こう公約では原発に頼らない社会というふうに掲げながら、でも次々と原発を再稼働しているこの現政権を政界からもうどうしてもこう退陣させるために、あとはその今税金で人を殺せる社会に日本になってしまったので、その日本をどうしても食い止めるために、この戦争と平和にこの力を込めて歌っていきたいなっていうふうに思っていますので、皆さん一緒に歌いましょう。お願いします。うん、目標は紅白出場ですよね。20万枚で紅白に出たいなというふうに思います。はい、ユニットなので皆さんも一緒に出ることになりますね。ということで、このレコーディングに参加していただいた方は、先ほども石野さんが紹介していただいたんですけども、はい、参議院議員の小池晃さんや福島瑞穂さん、そして毎週こちらに参加されていて、私たちもとてもお世話になっている女優の篠あすかさん、そして、ママレモの、皆さんなどなど、本当にたくさんのアーティストの方に参加していただいて、今までで一番賑やかなレコーディングになったんじゃないかなと思います。はい、皆さんその場で曲を初めて聴いて その収録に臨んでいただいたんですけれども、はい、篠さんも本当に
すぐ。そうなんですよ。なんかずっとこの曲知ってたんですかっていうくらいに、もうさっと歌ってくださって、もうさらに、うん、あの一人、ね、本当になんか私たちメンバーもなんか びっくりしてしまいました。皆さんすごいなっていう、うん、でなんかその歌詞に込められた思いも一緒にこうレコーディングで伝えてくださって。そうですね、やっぱり思いがあると歌って本当に上手くなるというか届くんだなっていう、なんか気持ちって大切、大切だなっていうふうには思いますよね。そうですね、あとは福島瑞穂さんと小池晃さんなども参加していただいて、こんなね豪華なアルバムは私たちも初めてなので、こうとても今後どうなっていくか楽しみですけれども、もうね本当にレコーディングは私たちの方が緊張しましたよね。皆さんが上手すぎて、この後歌う私たちどうしようっていう気持ちで本当にびっくりしたんですけれども、まあ、この国民の声、成功人会と国民の声っていうユニットはどんどん増えていく、一緒に歌った方もユニットの一員になるということで、はい、今日はここで皆さんと一緒に歌いたいと思いますが、皆さんいいですか？はい、まあ、いきなり歌うということはさすがにしませんので、まずは練習の方をしたいと思います。感想が2番、1、2番、2番歌って感想があって、サビが最後2回来るんですけれども、そのサビで追っかけを皆さんにしていただきたいなと思います。で今こうメンバーではゆりあちゃんが追っかけの方をしていますので、はいはい、ちょっと練習で1回じゃ私たちが歌うので、はい、このゆりあちゃんの歌うパートを皆さん、はい、大丈夫ですか、喉覚えてください。歌詞は戦争はいらない、原発はいらない、合ってますか？この2つだけですので皆さん覚えましたか？戦争はいらない、原発はいらない、記憶力のね、こう脳の活性化にもいいですなんだっけなってね、はい、それなのでこの2つを覚えてください。じゃあまずは私たちだけで、はい、アカペラで、アカペラで争いのない世界、優しさのある社会、罰はいらない、子供と未来のために、平和な世界のために、最後はラララララで皆さんの美声をお聞かせくださいということで、もう一回もうちょっとゆっくりやってみます。戦争はいらない、原発はいらないっていう感じでいきます。争いのない世界、優しさのある社会、罰はいらない、子供と未来のために、平和な世界のために、ラララ最後は、最後はラララ ラって、あの戦争はいらないでもいいですもん、いいですよ、なんでもいいですよね、思いがね。どうですか、あの皆さんの歌声、上手、もう温かいです。男性と女性の声どちらもあって ね、ハーモニーが厚みのあるそうですね、息気になりそうですけども、じゃあ最後にもう一回練習して本番の方に行きたいと思います。争いのない世界、優しさのある社会、感じです。戦争はいらない、原発はいらない、戦争はいらない、原発はいらない、あ、ちょっとラララララ、はい、ラララですよね、ラララで、ラララで行きましょうか、はい、戦争はいらない、原発はいらない、戦争はいらない、ラララララで、ラを4つですね。じゃあもう一回行きましょう。じゃあ、 あの皆さんのこの追っかけのところだけ練習したいと思います。戦争はいらない、原発はいらない、戦争はいらない、ラララララ、もう完璧ですね、完璧ですね。で最後2回続けていきますので、はい、その今のブロックをもう1回やっていただければもう完璧ですので、皆さんの素敵な声を聞かせてください。それでは聞いてください。戦争と平和、
皆さんもね、先ほど覚えていただいて本当にちょっとの時間だったんですけれども完璧です。またどこかでお会いした時に一緒に歌っていただけたら嬉しいです。ということで皆さん、国民の力、そして野党の力で安倍政権を倒しましょう。以上、政治向上委員会でした。ありがとうございました。かわいいですね。ね、本当にありがとうございます。なんか心を洗われる感じじゃないですか。ね、清い水が流れたような、なんかやばい ね。あちらの方たちとおっさんたちとは全然違いますね。本当に、あの3月11日にリリースされます戦争と平和です。ぜひ皆さん買ってくださいね。よろしくお願いします。政府向上委員会さん、ありがとうございました。はい、では松平さん、はいはい、ではトランペッターの松平明さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今はこの先日は春一番吹きましたけども、この希望のエリアに春一番が爽やかに吹き渡った、そんな私はイメージを持ちました。皆さんいかがだったでしょうか。もう一回政府向上委員会の皆さんに拍手を送りましょう。ちょうどですね、今日の5ヶ月前9月19日にあの戦争法案が決められてしまいました。そして来月の3月11日で5周年という5がちょうど重なりますので、春一番にちなんだわけではございませんが、春の曲を5曲メドレーでお届けします。皆さんの知ってる曲ばっかだと思いますので、ぜひ歌っていただきたいと思うんですが、何が出てくるかちょっとスイング風になったりしますので、前乗りをいたしますと、最初はですね、早春風です。2曲目が春よ来い、3曲目が春の小川、4曲目が北国の春、ラストが、春の、隅田川の、隅田川ちょっと正確じゃないので、花、これをお届けしますので、ご一緒に歌ってください。
皆さんで歌いたいと思います。今日はじゃあ松平明さんトランペッターお願いいたします。
も一緒にコールしてくださいました、はい、ではでは府中のお母様、あ、はい、どうぞどうぞお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。いつも府中から参加してくださってて、この可愛いお猿さんの絵とかを描いてくださったお母さんです。そばにいてくださいこんばんは、府中から来ました橋本と申します。今日は若い方がすっごく若い方がいらしたので、私との差のギャップが大きすぎてちょっとドキドキしてしまうんですけれど、ここは、民主主義の夜間学校と言われておりますので、私のような大年寄りでもなんかここに立つことができるんじゃないかなっていうふうに思って、それからスピーチも助けていただきながらできるんだっていうふうな見本を今日は示したいと思います。よろしくお願いします。ちょっとメモ。12日の朝新聞の声っていうところに、金曜日は若い世代の人の、掲載があるんですね。私はすごく楽しみにして若い人の声をよく見るんですけれど、その文を私の声ではちょっと張りがなさすぎるので、飛鳥さんに読んでいただきます。いいですか？お願いします。ちょっと突然でごめんなさいね。言葉の怖さを自覚して使おう。留学生チョルバ・アンナ、新潟県22歳の女性です。世界で一番力があるものは何だと思いますか？それは言葉なんです。人は毎日生まれてから最後の時まで言葉と暮らします。その人が発した言葉は元に戻すことはできません。最近全然考えずに発言したり、言ったことをすぐに忘れたりする人が多い気がします。あなたは何もできないよとか、あなたは太ってるなどといった相手を傷つける言葉を言ったことはありませんか？こうした言葉を言われたら人の気持ちは壊れてしまいます。私の国ロシアには、言葉は子供でも持てる武器であるという言い方があります。言葉は本当に怖いものなのです。皆さん、話をする前に相手の気持ちについてよく考えてみましょうということです。ありがとうございました。それで多分この方は同世代を意識して投稿されたんだと思うんです。でも私はとても反応しました。なぜかっていうと、このところ皆さんご存知のように官僚の暴言が続いているからです。原発に絡めて言えばいいですよね。丸川環境省の年間被曝 1ミリシーベルトについてです。記憶にない、そういう言い回しはしなかったと、そして撤回お詫びという展開になるわけですけれど、誤解を与える発言をしたとしたらお詫びしたい、なんか変だと思いませんか？誤解をする方がおかしいとでもって私は思うんですよ。なんか傲慢さが見え隠れしてるような謝り方だと思いませんか？誤解を与えるような何々をしたらという謝り方は官僚の常套手段じゃないでしょうか。マニュアルでもあるのかしらと疑ってしまいます。もう一つ、高市総務省についてはあえて言葉を武器に使っているように思います。確かに言葉は子供の持てる武器、子供でも持てる武器っていうふうにこの方はロシアでは言っているっていうふうにこの方は言ってるんですけれど、でも武器を与えるのは大人じゃないですか。だからこそ大人は自分の言葉に責任を持たなければいけないと思うんです。
先週ですね、二郎さんとそれから川崎の瀬戸柳さんからの報告で、あの川崎市民の方が、ヘイトスピーチをする特捜会でしたっけ、在特会 の、 あのヘイトデモをあの100人で包囲してあのっていう、あのそうです。でそれについてあの私はすごく感動しましてね、その100人で止めた市民の方もすごいですけれど、そのうちに帰って新聞を読んで、その子供があのなんていうかな、新聞がないとわからないね、ごめんなさいね、こんなたどたどしいスピーチでもできるんだっていうことが分かればいいんです、ごめんなさい。ここでですね、在日韓国人3世の、お母さんとそれから息子さん、中学1年生の息子さんがあの先頭に立ってコールしてるんです。でそこであのヘイトスピーチをしているデモ隊に向かって、差別はやめよう、共に生きようと訴えてるんですね。それであの市民の抗議行動によって当初のモデルルートが変更されて、デモが桜本地域を通ることがありませんでしたってことで、デモ隊が引き返すと、この中学生 の、 あの中学1年のネオさんとおっしゃるんですけれど、涙を拭ってね、抗議行動の参加者にありがとうって声をかけたんだそうです。そしてその後にこのネオさんはヘイトスピーチのデモ隊に、僕は大人を信じていますと訴えました。抗議に集まった大人と、それとヘイトスピーチに集まった大人の双方に向けたものです。ネオさんは言います、共に生きよう、差別はダメと伝えていけば、いつかヘイトする人たちも分かってくれる、そういうふうに話したんだそうです。中学13歳ですよ。もう大人は学ばなければいけませんね。で私はね、あのでも展望はあるんです。大人も子どもも素晴らしいし、ママデモでは鉄砲持つなら水鉄砲、飛行機飛ばすなら紙飛行機とか自分たちの言葉で訴えているではありませんか。権力者がね、平和っていう言葉を使うときはとても危険なんです。気をつけなければいけません。でも私たちが平和っていう言葉をたくさん使うことは、たくさん希望につながるんです。素晴らしい言葉として平和を子どもたちに残していきませんか。言葉の大切さ、言葉の素晴らしさ、言葉の恐ろしさ、言葉っていうのはすごく大切だと思います。ありがとうございます。さっきの数が違ってます。在特会60人簡単1000人でした。在特会が60人、カウンターは1000人だったそうです。100人ではなく1000人です。はい、たくさんの川崎、そしてたくさんの方が参加していました。ありがとうございました。はい、言葉は武器にも薬にも、ね、なりますのでね、なるべく素敵な言葉で、ね、平和をつなぎたいです。はい、ではお願いします。はい、希望のエリアにお集まりの皆さん、こんばんは。今日初めてここ希望のエリアに、来たので、大変緊張しておりますが、時間がないということで 2,3 分で、告知の方させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今度2月の21日、今週の日曜日なんですけども、反戦パレードということで、中学生高校生で企画しております。
以前ここにはですね、去年12月25日にですね、会のメンバー1人、派遣してですね、宣伝をさせていただいたことがあります。どうも、その際聞いてくださった方はありがとうございます。本日改めて、宣伝をさせていただきます。高校生中学生が集まってデモをやるなんてシールズやティンソールぐらいじゃないかというところで、もっと他の高校生中学生も頑張らないといけないというところで、平和を望む市民の会というものを、去年7月の24日に立ち上げ、デモなどを、企画しようと、動き出しました。で今回初めて、西東京市分離台公園から、練馬区、明石家東緑地大泉学園駅近くの、公園まで、デモをするということで企画しております。距離がちょっと長いので、デモ自体2時間ぐらいかかってしまう可能性もありますが、デモ自体はかかりますがですね、ぜひともよろしくお願いいたします。それではこの後チラシ配りますので、ぜひご参加ください。ありがとうございました。では今日は先ほどねお魚が泳いでます釣り竿の皆さんです。お願いします。私はこのイチボのエリアで飛鳥さんの、ね、お魚食べたいっていうこのコールに惹かれて時々来てるんですが、実はその飛鳥さんのお魚食べたいっていうのをちょっと今日深く考察してみたいなと思ってるんですが、実は今から約10日後3月1日に 3.1 ビキンデーっていう年配の方はご存知だと思いますが、あれは1950年今から62年前にねアメリカの北京環礁で水爆実験を行って、そこの実験場から100キロ以上離れたところで操業していた日本のマグロ漁船が死の灰を浴びて、それで久保山愛吉さんが亡くなった。でそれに対してそういうことが起きてからですね、マグロはもちろん他の魚もほとんど売れなくなった。で当時の築地町の市場もねその売れなくなったということで、魚屋さん大会みたいのが開かれて、全国で魚を食べたい。で当時僕、7歳か8歳で食糧難でね、脱臭粉乳とかクジラの肉、そういう時代でしたから、その、ガイガーカウンターで測ったマグロをねどんどん捨てちゃうのを見て本当にね悔しい思いして、本当に魚食べたかったですね。でその思い、それが今ね60年経ってね、でしかもそれに対する反対運動が杉並のね杉の子会っていう、読書サークルの集まった女性たちが署名運動を始めて、3000万人以上の署名を集めて、その力が世界初の原水菌大会だとかもうすごい力になったわけですね。それが62年経って今またね杉並のね飛鳥さんが女性がねここでその原発問題武蔵野ですか訴えてるという、62年間果たして何を学んできたのかなと、そんな思いがしますね。でその当時その署名を集める中心になったのが公民館の館長室だったそうですが、今公民館どこもね救助の会っていうと貸さないとか救助配布ダメとか、もう60年間かえって日本は今ねそういう意味では後退してんじゃないかなと思います。さてそういうことで、やはり魚とね原発問題放射能の問題というのは非常にかかって、実は私たちも渓流釣りやるんですが、福島県など栃木とか群馬でもあっちこっちで原発事故以降釣りができなくなっています。そういうことでいろんな調査もやったりして、そのことを毎年シンポジウムを開いてやってます。今日はそのビラを持ってきたので皆さんにご紹介したいと思いますが、今年は3月20日に練馬でやります。でここには今ね5年間避難している人たちの報告を受けたり、それから私たちの調査結果を報告し合ったりいろいろやります。で今日嬉しい話で、放射能廃棄物の最終処分場になっている栃木の塩屋町の町長さんから連絡ありましてね、ぜひ私が行きたいということで、そんなことで今非常にこのシンポジウムに関心が集まった。もう一つ環境問題大事なリニアの問題も取り上げますが、実は山梨の実験船でも地下水でリニア新幹線を作るために沢の水が枯れて岩穴が、ね、浮き上がってしまったんですね。で今度それを名古屋とか大阪まで行く。で昨日の話では岐阜県ではね、放射能というウラン鉱山、あそこのところで測ったら福島より高い値が出てる。でだから掘り進む中でね、もしそういうところに突き当たったらこれは福島の原発事故どころか大変な問題になるなということで、やっぱり
世界でね唯一被爆したこの日本、ここでねそういうようなことはやっぱりどうしても許さはいかんなということで、皆さんこの原発のね事故の問題、ただそこの福島の問題だけじゃなくて、さまざまなところにやっぱり問題があるなということも改めて認識して、原発再稼働させない、廃止させるということで頑張っていきたいと思います。今日は時間どうも忙しい中ありがとうございます。ありがとうございました。ではでは時間がギリギリになってしまいました。力さんお願いします。はい、どうも、浦淵です。この間2月14日、希望祭りありがとうございました。ね、ありがとうございました。ね、本当はね、有名ドリームっていう曲を歌いたかったんですけどね、あゆかわ、椎名さんって亡くなった、2月10日に亡くなったんですけども、あゆかわ誠さんと夫婦で、反原発運動の市民運動とか参加してたらしいですね。あと支援してたり、まあ、そんなの歌いたかったんですけど、まあ、ちょっと行きましょうかね、野党共闘もしたことだし、はい。
来週も再来週もずっとずっと諦めません。自転車隊の皆さんお疲れ様でした。音楽隊の皆さんありがとうございました。シワラ杉本さん、大沢さん、ありがとうございました。ツイキャスで電話をご覧の皆さんもお疲れ様でした。はい、この希望のエリア、皆さんのカンパによって支えられております。お気持ちだけで結構です。カンパのお願いをよろしくお願いいたします。それからですね、3月11日のチラシができてきました。はい、それとこちらですね、3月11日のチラシをお持ち帰りください。それからこちらは購入クスで3月26日にまた、はい、全国大集会っていうのを代々木公園でやりますので、こちらのチラシもぜひお持ち帰りください。ありがとうございます。皆さんこんばんは。来月の3月19日は土曜日です。総掛かり行動は国会前ではなく日比谷野音で行いますので、ぜひ来らしてください。お願いいたします。